平野紫耀、ファンとの交流強化でさらなる人気拡大、質問箱企画が話題。元キングプリンスへのメンバーで、現在はトべに所属している平野紫耀が、26日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、ファンとの交流を深める新たな企画を予告しました。 彼の天然かつ明るいキャラクターが前回となったこの投稿は瞬く間に拡散され SNS 上でトレンド入りを果たしました。夕方って何時ショーという天然な疑問を綴った彼のストーリーズには多くのファンが驚きと共感の声を上げています。これにより平野潮という存在が再び注目を集めることとなりました。 この投稿の中で、平野耀は夕方頃枠から質問箱のやつやろうかな、とファンからの質問に回答することを予告しています。質問箱とは、ファンからの質問を匿名で募集し、それに対して回答するコンテンツです。過去にもファンからの質問に約2時間30分にわたって真摯に答える姿勢を見せ、 ファンとの交流を大切にしている彼の姿勢が再び浮き彫りになりました。平野耀といえば、彼の明るい性格と率直な発言が魅力の一つであり、多くのファンに愛されています。過去にも、好きな俳優について、小栗のしゅんさん、と発言したり、寂しい という質問に対してみんながいるから寂しくないよと答えるなど常にファンへの気配りを忘れない姿勢が話題となっていました。ファンからは早くも期待とともに様々な質問が寄せられることが予想されます。また、SNS 上では、待ってた、楽しみ、それを楽しみに午後も頑張る、といった歓喜の声が広がっており、平野紫耀の人気の高さが伺えます。 平野紫仕様はグループを脱退してからも個人としての活動を順調に展開しており、俳優としての仕事も多くこなしています。その一方で、ファンとの交流を大切にし、自身の SNS を通じて近況や思いを伝えることで、ファンとの絆を深めています。今回の質問箱企画も、 彼のファンとの絆をさらに強化し、新たなファンを増やすきっかけとなることでしょう。ファンからの質問にどのような回答をするのか、ファンたちは今から楽しみにしていることでしょう。最近は SNS を活用したアーティストとファンとの交流が盛んになっており、定期的な質問箱企画などはアーティストとファンの距離を縮める有効な手段として注目されています。 平野紫仕様も積極的に SNS を活用し、ファンとの交流を大切にしている点が、彼の人気が持続している要因の一つと言えるでしょう。今後も平野仕様の新しい活動やファンとの交流に目が離せません。彼の明るい笑顔と天然なキャラクターが、さらなる多くの人々に元気と笑顔を届けてくれることでしょう。